死痛促進剤とは、子宮の収縮を促して、分娩を開始させたり、弱い人痛を促進させたりするために用いる薬剤で、ある。子宮収縮剤とも呼ばれる。人痛発雷の基準は不明であるが、ホルモンやホルモンに類似した、生理活性物質が関与していることは明らかである。また、それらの物質を生体に投与することで、人為的に人痛を発雷させることが可能である。 人意的に腎痛を発来させたり、腎痛を増強するために用いられる薬剤を、腎痛促進剤と総称する。自然腎痛の場合に、母体から分泌されるホルモンを、内服もしくは、点滴上脈注射で使用する。注射剤。点滴で持続的に投与し、分娩に十分な腎痛が得られるまで、投与量を増やしていく。子宮の筋肉やちぶさの筋肉に作用。 腎痛を起こしたり、母乳の出を良くする作用がある。子宮の筋肉に作用、腎痛を引き起こしたり、腎痛の強さを強める。人は他の哺乳類と比べて、頭が大きかったり二足歩行で内臓を支えるために骨盤が狭まっていたりする分、出産が重い傾向にある。そのため、人痛促進剤により、人痛を促さないと母体が危険な場合がある。時に、 医療介入を必要とする出産もあるが、9割近くは正常な出産であり、自然な経過で出産に至る。時間帯によっては、医師の人手が足りない場合は多く陣痛促進剤の使用がやむを得ない場合もある。しかし薬剤には必ず副作用があり、不適切な使用によって問題を引き起こす場合もある。死亡例も多々確認されており、多様が問題視されている。 薬剤の使用にあたって、その反応には、個体差があるため、陣痛が強くなりすぎて、稀に、子宮破裂や胎児過死などが起こる、危険性がある。そのような危険を避けるために、薬剤の使用に際しては精密輸液ポンプを用い、投与量について、最新の注意が払われたり、陣痛や胎児の状態を的確に把握するために、分娩監視装置を装着するなどの処置が行われたり、 する、ありがとうございます。